はい、皆さんこんにちは、デフです。今回は放置少女副章解説お市の方やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、今回のアップデートでですね、お市が MR になりましたので早速見ていきましょう。まずはですね、お市は帽子で和の陣営となっております。そして専属武器深淵セットで見ていきます。お市の方専属ステータス、体力値がレベル ×200、 攻撃力が 18%、 防御貫通がプラス900となっています。ということでパッシブ全部出しておきましょう。そしてパッシブスキル、解放順とは違いますが上から順番に見ていきます。 HP 上限が 48%、 知力値がレベル ×340、 そして、自身知力値 ×2 の筋力ダメージを減少する神髄共鳴スキルですね。こちら固定値カットになっています。そして2番目、会心値がレベル ×400、 砲術会心ダメージが 60%、 自身の知力値 ×3 の攻撃力ダメージを減少する神髄共鳴スキルですね、まあ、こちらも固定値カットになっております。そして3番目、攻撃力が 54%、 防御貫通が1000、そして最後ですね、砲術防御貫通がレベル ×12、 命中値がレベル ×400 となっております。ということで、パッシブ見ていくと、今回増えたのがまず会心値と砲術会心ダメージの、まあ、会心セットですね、まあ、こっちがセットで今までなかったので、追加されることになりました。ということで完全に僕の予想は外れましたかね。まあ、あのデバフ、お市の方はね、デバフを扱うので、耐性無視とかね、まあ、そのあたり可能性あったりとか、まあ、別に会心値がそこまで必要かって言われると UR1000 の段階では必要じゃなかったので、もしかしたら特殊バフみたいな何かもらえるんじゃないかなっていうところ、あとは MP 上限ですよね、帽子なので、まあ、おそらく影光が UR1000 の段階でついてなかったので新しくつくんじゃないかっていうところで MP 上限の予想してましたが、どっちも全然違って会心値と砲術会心ダメージでしたね。で、残りの方は意外とお市はまあ揃ってて、まあ、まずね、体力値が専属武器についているので、まあ、数字はちょっと低いですけど、レベル ×200 持っています。で、知力値ですよね、これも340、まあ、誤差の範囲ですけどマックス数値ではなく340でした。で、あとは、まあ、貫通がね、この子、2つ防御貫通が2つと砲術防御貫通がレベル ×12 で1つ入っているので、まあ、貫通が多めに入っていますと、まあ、いうところですよね。で、あとはまあ命中値ぐらいかな。うん、なので、まあ、欲しいところはほぼ持ってたので、まあ、別のパッシブが来るんではないかなと、会心とはね違うものが来るんではないかなって話しましたけど、まあ、会心、普通に会心でしたね。で、命中値があることによって戦場戦役とかね、ボスとかで活躍できればなというところになっています。で、神髄共鳴スキルが知力値 ×2 の筋力ダメージ減少と知力値 ×3 の攻撃力ダメージ減少になっています。まあ、どちらも固定値カットですので、まあ、そこまでの期待は持てませんね。うん、というところでパッシブだけ見てると、やっぱりお市の方の最大の弱点である耐久面、まあ、ここを補われることはこの段階ではなかったかなというところですね。まあ、ここがね、最低限補われないと、まあ、絶対どこのコンテンツでも厳しいことにはなるので、アクティブスキルでね保管されることを祈ってアクティブスキル見ていきましょう。敵を6回攻撃しっていうことなんで、ランダム6回、連撃攻撃ですね。毎回 600% の砲術ダメージを与えということなんですが、これ 600% ってちょっと低い気がしましたね。もうちょっと倍率上げてもよかったんではないかなと思います。で、さらに自身知力値 ×8 のダメージが加算されますと、こちらは防御無視で会心攻撃可能ですね。知力値ダメージが新しく入ってきております。まあ、これはスキル1にもスキル2にもついているので、これは非常にいいことかなと。しかも無条件でついてますからね、これはいいことかなと思います。で、毎回攻撃前、自身の視力値が敵より高い場合、100% の確率で敵の有益状態、あるいは生後状態を1つコピーし、自身に付与、未所持の状態を優先的にコピーしますということで、まあ、お市の方はね、もともと UR1000 でコピー、有益状態のコピーを持っていたので、まあ、これはね、生後状態新しく来て、まあ、いくつコピーできるかっていうところだったんですけど、これは1つでしたね。ここは残念なところかなと思います。まあ、2つ3つコピーできたらね、面白かったんですけど、1つということですね。で、敵の残り HP が 50% より高い場合はダメージが倍になります。ダメージ倍がありますね、条件付きでね。で、敵が有益状態でない場合、毎回攻撃後 100% の確率で3ターンの間敵を燃焼状態にさせると、燃焼が罪悪で入ってきております。燃焼罪悪ですね。
なのでまず相手が有益状態であれば、まず知力値勝負になって、まあ、有益状態か生後状態のコピーできるかどうかっていうところですよね。でコピーができなければ、まあ、コピーができなければというか敵が有益状態でなければ燃焼を付与することができますということですね。これ有益状態ではない場合ですので、多分生後状態だったら関係なくこれ燃焼罪悪つけられるのかな、うん、いつもだったらこの有益状態って書き方しないですもんね。有益状態は普通のバフのことを指すのであって、で生後状態っていう別のものがあって、あと特殊状態っていうものがあるので、これ有益状態っていうことが書いてあるのであれば、まあ、普通の有益状態、まあ、生後状態は OK ってことですよね。で燃焼罪悪状態にさせると。なので、まあ、ちょっと緩い条件にはなってますね。もう最近ね、有益状態をつける副賞ってやっぱ MR 環境になって少なくなりましたので、ちょっとチャンスが多いのかなと思います。で自身の残り HP が 50% より低い場合、そのダメージ 100% の HP を回復、 HP 回復もつきましたね、これ多分ね、うん、なので、HP 回復入ってきています。やっぱ燃焼罪悪あるので、まあ、これが無条件だったらよかったんですけどね、まあ、ちょっと条件付きっていうところもあって、まあ、緩いですけどね、条件付きってこともあって、まあ、ここ燃焼罪悪うまく活かしていきたいかなと思いましたが、状態無視ね、耐性無視かがなかったので、まあ、ちょっとここ不安ですよね。でスキルの2番目、敵6名に 700% の砲術ダメージを与えっていうことなんで、敵6名の範囲攻撃ですね。で 700% の砲術ダメージ、そしてさらに自身知力値 ×8 のダメージが無条件で加算されています。で防御無視で回心攻撃可能です。この知力値はね、スキル1ともにいいですね、無条件なの でそして自身が有益状態あるいは成功状態の場合、残り HP パーセンテージが最も高い敵を追加攻撃する。追加攻撃の回数は自身の有益状態プラス成功状態の数によります。で追加攻撃は6回までということで、まあこれがね、まあ、バフ状態、自身の有益状態と生後状態の数だけ、まあ、連撃がプラスで追加攻撃になるっていうことです。なので、まあ、これ範囲攻撃で追加攻撃というよりかは、HP サーチで、最も高い敵を追加攻撃するので、まあ、数がたくさんあれば、最大6連撃が後でついてきます。うん、なので、範囲攻撃6名プラス、最大で追加連撃攻撃が6名っていう形ですね。まあ、これは最大限拾えれば非常に強いかなと思います。で毎回攻撃前、敵が有益状態の場合ダメージが倍になります。なのでこれ燃焼をね決めておきたいんですけど、ちょっと燃焼がね、まあ、ちょっと条件付き、緩くはあるんですけど条件付きっていうところもあって、あとは耐性無視が持ってないっていうところもあって、まあ、ちょっとね、確実に取れるわけではないですね、ここね。そして自身の有益状態あるいは生後状態の数が敵以上の場合は回心率が 50% 増加します。ここに関してはちょっと対人だと難しいところもあるのかなと思います。まあもちろんコピーできるっていうのもありますけど、自分でバフをつけるわけではないので、スキル1ではね、スキル1ではないので、自分でどうこうしようと思ったらもう敵からコピーするしかないと。でコピーしたところで、まあ、同じ数ですので、まあ、敵以上なので同じ数でも OK っていうことなんですけど、まあ、やっぱり自分で付与できない分ちょっと不利なのかなと思ったりしますね。うん、なので、まあ、味方にバフかけてもらってここの条件はなんとか超えていきたい感じかなと思います。ただ回心率 50% 増加っていうのは非常に大きくて、まあ、回心率ね、僕の中では 40% 以上であればかなり出やすい状況、クリティカルが出やすい状況に入るので、まあ、50% ってことは結構出ますと。でさらに範囲攻撃からの連撃っていうことなんで、まあ、追加攻撃が取れていればかなりの連撃数がね、クリティカルになるんではないかなと思います。で全ての攻撃後4ターンの間、味方6名を霊光生後状態にさせると。まあこれ神髄共鳴スキルの仲間のバフになりますんで、まあ、特に詳しくは見ていきません。まあヘルプで見てもらえればいいかなと思います。なので、まあここに神髄共鳴スキルの仲間のバフがついてますよということですね。ただこれは全ての攻撃後っていうことなんで、この回心率には影響してきませんよとこういうことになります。はい、ということで、まあこのお市の方ですね、まあこれ見ても通りスキル2は攻撃に特化した感じのスキルになっていますが、まあ、スキル1スキル2で、影光または帽子で言うとね、影光か神技、まあどっちかがダメージカットに入るためのスキルにバフになってましたが、
まあ、どちらももらえなかったっていうところが、まあ、最大のマイナスかなと思います。やっぱり耐久面が非常に厳しいので、やっぱダメージカットがね持ってない副将っていうのは今の環境で戦っていけませんということで、まあ、お位置の方はね、まあ、そこがもらえなかっただけでも戦っていけませんっていうことですね。でスキル2をこんだけね強く持ってもらえたんですけど、スキル2まで生きてられない可能性の方が高いかなと思います。うん、まあ普通に防御系のパッシブがまずついてないっていうところと、まあ、体力値ぐらいですからね、防御系のパッシブっていうのが、まあ、HP 伸びるだけ、なので非常にしんどいんじゃないかなと思います。でスキル1もね、まあ、そこまで強いものではなくて、まあ、コピーがちょっと珍しいものではあるんですけど、まあ、もうちょっと強くしてあげてもよかったんじゃないかなと。で影光ですよね、まあ、ここをね絶対つけてあげてほしかったら影光か、まあ神器でもいいんですけど、まあ、神器だったらなおよしっていうところなのかな、まあ、神器だったら攻撃力も伸びますからね。うん、まあ影光でもやっぱ影光の方がバリア吸収、ダメージ吸収率かな、ダメージ吸収率は高いので、まあどっちがいいかっていうのはあれですけど、まあどっちかは絶対欲しかったっていうところはありますよね。うん、これどっちもなかったっていうのはもう致命的になってしまいますので、今の環境だったら、まあ、それだけでもうどれだけ他がすごくてももう医師の方はダメかなってなっちゃいますよね。なので相当苦しい結果になったんではないかなと思います。はい、ということで、まず、この動画に関しては前半の動画ということで、まあ、スキル解説をメインにやらせていただきました。ということで、まあ、評価に関してはこの後のね後半の動画になります。チャンネルの登録、ツイッターのフォローなどぜひよろしくお願いします。ここまでお送りしたのはデフでした。おつデフ。